何これ、よいしょ。ではね、夏物の続きをやっていきたいと思います。あと残り2週間だね。今8時でしょ。まだ遊べるの。まだ近場だったんだけど。どこ行こうかな。今新しい頂上いた気がしたけど。ちょっとね、喉が痛くて、しばらくゴロゴロしてました。カブトムシ見に行くか。明日は博物館行かなきゃいけない。博物館。で、あと蜂蜜がないんだっけ。ああ、いらない。蜂蜜持ってないな。くそ。くっくっ。これつけて3000パック、3000もらうか。ちょっと声がおかしいんですけど、すいません。おいしょ。オッケー。うん。お。あ、じゃあこれグリの実じゃない。ほらどこ行った？なんか。と上目に打とう。ちょっと上目に打たなかのうざい。キャンペキ。キャンペキ。うまい。ちょっと、くす。うん。完璧。よっ。トゥ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 寝てはないんだけどね。すいませんでした。まあ、のんびり見て。まだね、夜の行事だからね、もうやることは終わったんだけど、ここでちょっと金稼ぎで。ほいっと。OK。これを日課にするか。で、一回日記を書こう。日記を書きましょう。ベンベンよいしょ。仲良く二人で墓参り。別。蝶トンボを捕まえた。早く博物館に持っていこうだって。え、博物館に持っていける。やった。2000円儲かるか。これがごつかったね。ヘラクレスオオカブトモドキを捕まえた。博物館に持っていこう。やったぜ。金金。裏浜で見た灯籠流し。灯籠流し。スポット。
あと遊びすぎないで京子さんにご飯を届けること。それしないと。マジでさ、何やってんだよって感じだよ。京子さんにご飯渡さないと。晩飯が同じになっちゃう。ほら、また同じ。僕、クジラの化石を見つけたんだ。いつの話してんだよ。何が上がってきたんだろう。確かに不思議だな。足があったのかな、それとも飛べたのかな。じゃあご飯を食べましょう。今朝はベーコンエッグとみんな大好きポテトサラダ。ではいただきます。上手っていうか容量がいいんだろうね。いろんなゲームやってきたからさ。死にゲーはライズオブピーはちょっと嫌いだったな。脱出ゲーセットを注文したよ。これで我がサーカス団も一歩成功への階段を登ったぞ。あ、そうだ、いっぱい買いすぎて金がないんやった。やべえぞ。あれ、なんだろう。サーカスで儲けないとね。ん、誰だ。じゃあソライワさん、2号室を使ってくださいね。はい、ありがとうございます。ソライワさん。おや、君もここのお客さん。うん、お姉さんは。私は今日から、よろしくね。名前は星野ソライワ。星野ソライワ。星野ソライワ、天文学者。違うよ、観光ガイドブックの取材でしばらくこの町にいるの。ふん、仕事まだ新人なんだ。で、本屋さん知らない？うちが出してるガイドブックを読んだことがなくて。っていうか、そもそもガイドブックって何？何この頭悪そうな子。それは大変ね。まずは部屋を案内するわ。やべえな、あいつ。やべえやつ来た。ラジオ体操第1。じゃん、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 じゃん。しっかり体を動かしましょう。まずは背伸びの運動から。はい。よし、この辺あたりは。出席できてないね。すっかすか。はい、押したよ。そう、お金稼ぎが大変よ。ちょっとソラヨちゃんが気になるからちょっと見てみますか。行方を、家におるな。ソラヨちゃん、おうちよに。ソラヨの部屋はどこだ。ここか。あ、ここだ。ガイドブックの取材でこの町に来たって言ったけど。ガイドブックが何なのか僕知らないや。私もなのよ。最初は本棚の端っこで本が倒れないようにするやつだと思ってた。天文学者じゃないって言ってたけど、じゃあなんで天文学者って呼ばれてるの。それは君が勝手にそう呼んでるだけだよ。じゃあ何の学者なの。あれ、なんだっけ。はい、さようなら。っていうか、同じところに泊まってるんだから今後もよろしくね。うん、こちらこそよろしくね。ゼロ距離。ゼロ距離の挨拶。やべえな、あいつ。変なやつ来たな。京子さんどこ行ったんだろう。京子さん。てか、金がないのと、あと楽屋をチェックしようか。楽屋チェック。で、
公演前にスケジュールをチェックして、これかな。シーソー、トランポリン、トランポリンがダメです。あれ、玉乗り、ジャグリング、空中ブランコ入れるか。いや、まだ全然コンプしてない。玉乗り、まあ、いっか。ゴミみたいな。あれ発注したやつまだ夜に届くのかな。全然コンプできてないよ。あ、ちょっと博物館に行こう。博物館博物館へ行こう。博物館、とりあえずこの間ヘラクレスオオカブトを取った。マジ輝いとったわ。あとはスタミナを貯めたいんだよね。のためには多分博物館に寄付すればなんとか。忍法綱渡りの術、あれどこだっけ。あれうんぴもれちゃんいらっしゃい。あら、博物館のことだっけ。あ、全然違う、こっちやった。最悪じゃん。虫取り下手。あ、撃てばいいよ、撃てば。木に止まってるやつは撃てばいい。撃てば、100発100中。よっ！撃ち殺せい！やで、なるべくね、こういう森のところを進んで。撃って死なないのがすごいよね。よっ。明日やってみるわ、外で。飛び散らない、じゃない。こう、グリの玉を見つけて、先に。グリの玉見つけて、ぶち当てれば多分大丈夫。まずグリっていうのが見つからないと思うけど。頑張って探してみて。そうそうそう。実際にグリの玉を見つけないとダメだ。だ、まずは、虫を撃つよりもグリの玉探しから頑張ってください。BB 弾は死ぬ。このゲームでも言ってるようにグリの玉しかダメな。ここになんで工事現場みたいなとこあるんだろうな。邪魔くせえ。遠いんだよな、博物館。おっと。この世の中で聞いたことない。うちもねえ。ちなみに私もないでございます。どこ行った？博物館どこ行った？あれ？ありゃ、あっちか。これも金になるか。そう、身体能力半端ねえっしょ。ちょっとやっぱ、引っかかった。博物館。あれ？博物館。あれ？ここっすか。ここ？絶対嘘。え？入り口どこだ？ん？これが博物館だと。
こっちか。お茶ありがとう。もうしょぼすぎてわからんかった。うわ、また汽車おるじゃん。邪魔なんだけど、おめえ。隣町新聞号外担当の田畑です。何か新しいニュースはありましたか？お茶ありがとう。あ、ニュースとは本来新しいものでしたね。え、しっけしっけ。そういえば最近、この地方では古代からの言い伝え、特に天狗伝説に関して新しい知見が集まっています。ラブリーちゃんもいらっしゃい。ほうほう。先日も隣の遠山市の大学で新しい発見がありました。まるで現代で作られたかのように精巧な技巧を凝らした天狗グッズが野山から見つかるのです。私も不思議でたまりません。ほうほう。ねえ、僕ちょっと珍しい虫を見つけたみたいなんだけど、見てくれるかな。珍しい虫？どれどれ、見せてごらん。そう、天狗山ってところにね、天狗の装備が置いてある。おや？一個あるとこわかるんだけどね。どんな虫でしたか？これは間違いなく我が博物館が探し求めていたものです。ラッキー。間違いなくヘラクレスオオカブトモドキです。とてもとても貴重な昆虫、ぜひ当館で展示させてください。僕はあと一匹、あと一匹2000円のがある。僕、おや館長、こだとてもとて、僕はつか、よし、おっしゃ。あ、これでいけるんじゃない？天狗山行くか。おお、いけるぞ。ねえ君、今日は博物館の展示を見ていく？いや、そんな時間ないんだよ。小学生は入場無料、大サービス中。子供だけど忙しいんだ僕。わざわざここまで来たのに中を見ていかないの？なんでか、あのね、無料でもね、やだよ、自分で取ってきたやつなの。慣れてるの、このおっさんたち。天狗になったと思って、オッケー。ほら吹きまくって天狗になったって覚えとく。こっちから行けるのか。行けそうだ。こっちの道から行けそうだ。よし、これで最強になったわ。道どこだ？ちょっと待って。ん？この脇道。ここか。よし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 。これで天狗装備一個見つかるかもしれない。うざい。ちょっと時間がないんで、ダッシュできます。一日のね、終わりが早すぎるんよ。ここ、ん？待てよ、ここはなんだ。うん、何も珍しいものない。あ、ここと、あともう一個向こう側あったな。なんか橋のとこで登れそうで登れないとこがあったはず。そこも行かないと。こんだけスタミナがあればいけるはず。確か工場の近く。どっから向かえばいいんじゃ。あばっ。ジャンプのボタンと変わるのやめてほしい。私は天狗装備を取りに行く。多分だけどここから登れるはず。こっちか。
あら、道がない。うご。ん？いや、ここなはず。どうやって、どうやって登るんだ。あっちか。あー、はいはい、あっちか。こちらですね。何それ、それ天狗のつもり。ありゃありゃりゃ、んよ、いや道がねえでぐす。待って待って、こっちか。こんな山登りづら、うぜえ。でもこっちやね、釣りもできるよ。うん。そやつ、何者？よし。えい。いらない。いらない。え？天狗山。あれ？道が消えた？待て待て。慌てるな。どこだ？矢印がなくなっている。え？私を山に導かない気か。そんなことある。やばい。これじゃ、道に迷っている。ダメダメ。超ダメ。どこだどこだ。うん、ありがとう。もう結構集中してる。こっちダメじゃん。このトイレを越えるしかない。このトイレはワープしちゃうから危ないから行っちゃダメ。絶対に。What?お？いやいや。ちょっと待って、山登れない。どういうことや。ちょっと待ちなさい。なぜだ。ここか。正規ルートここか。だが。いやー。ワンチャン走っていったろうかなと思って、向こう行くか。くっそ、めんどくせえ。ん？それかここの岩の上行けるかな。こんだけスタミナあるが、もしたら、もしかしたらここから。いや、ダメだな。岩壁が、岩壁の形的に仮がついてるからダメだ。これじゃねえ。ここはね、偽の道ですね。皆さんも気をつけましょう。こっちじゃないのです。あっちが正規ルート。天狗山はね、難しいから、私の細い道が正規ルート。なんで？こっちだ。ここが正規ルートやろ。スタミナたっぷりあるで。
高級キノコ。あれ、あら、また道場から、どういうこと、あれ、あ、あれだ、道間違えてる、ここだ、この矢印、これ大事、この矢印に沿っていかないと天狗座には登れない、これこれです。そしてからのからの、ここが難しいんだけど、ここここに矢印があるから、よし、ここ一択、うわっと、うわっと、危ない、ちょっとちょっと、すすす、ふう、危ない危ない、道が狭い、おお、くないくない、こうしてこうしてと、こっちで、あの子に靴渡したっけな、あ、渡してない、靴あるから渡してあげよう、見つけられるかな、うわーすごいね、遊んでくれてありがとう、よし、でからの天狗山に登らなくちゃいけない、ここの山、この山に登ります、私はロッククライミング、よっよっ、よっよっ、よし、おっと、危ね、やっ、ん、えい、お、よいしょ、はっ、はっ、オッケー、プロ級になって、来たぞこの山、ここに登る、私はここに登るのだ、天狗山を越えるの、危うい、ここですら危うい、待て、どうしよう、よし、ギリ、行け、スタミナは2段上がったはずだ、いける、頼む頼む、僕くん、いや今ジャンプしたのがいかんかったか、ちょっともう一回、あれいけんかったらちょっと無理じゃね、足場がなさすぎる、頑張れ、ダメか、うおお、待って、いてててててて、待って、いけなくない、あそこ、このスタミナでもいけないな、
となるととなるともう一個行きたかった場所が確かここかな、いやこっちか、いやここじゃない、お花があったはずだからここだな、ここのこっちらへん、どこだ、こっちか、行くしかないか、さすがにあっちの上行けるでしょ、こっちの上とあと展望台行かなくちゃいけない、その2か所、ここにもトイレある、このトイレ吸い込まれるか、よっまずい、まだまだ、あ、ん、こんにちは、ねえねえねえ、遊ぼう、遊んでくれてありがとう、座敷わらし見つけたぜ、よし、ん？あれスズメバチか、消えた、はい、お宝がないな、あのあたりだったっけ、いや違うか、いやでもなんか花がいっぱいあったイメージだね、あ、あっち側だ、あれだ、思い出した、あれだ、ちょ、行くべ、絶対なんかお宝あるはず、私の記憶が正しければこっちの奥に何かしらがあるはずです、そう、ここ、この石怪しすぎる、ここですめちゃめちゃ怪しい、ここね、ここ行きましょう、よっ、いや、よっ、ビー、わっと、ふざけんな、下に落ち、落とすな、しこっち、よっ、いや、えい、ちょっと待ちや、ビー、こういく、からね、よっ、待て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 、そういう感じ、力を貯めてと、いや、OK、でからのこの上に用事があるか、こっちや、よっ、
おっとっとっと、待って待って待って、急なエイムズレやめろよ。よし、いいぞ。よっ、は、ねえ、あっちだ、あっち、あっちに行くには、やっ、ここ、ほう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 、よっ、よし、しまった、こんなとこうまくジャンプできる？え？本当か？うおお！ふざけんな！ふざけんなよあれ！意味ねえじゃねえか。うわ、マジか。うわっ！だる！だる今の。そうでしょ。え？待って、こっちから行けないか。行けっす。きついか。あ、やば、安否ルートで。いけるっしょ。やっ、ラクちゃんありがとう。いや、あかん。待て、ここからだったっけ。ここ一回登りの、うつつ、危ない、やばい、もう夕方になっちゃった。お宝ハンターである私が、ということだ。よいしょ、で、一回チャージして、あっちまでジャンプしちゃう。いいのではない。ちょっと！何してるの？お前！お前、ジャンプ今までできてて、何しとん？バカか。ん？何？いや、押せるわけじゃない。ちょっと待って待って、これで一日終わるの嫌だ。さすがに嫌ぞ。ちょっと一旦待ちなさい。いや、今のは二段ジャンプやろ。や、かませ。ここにとんでもないお宝がないとやばい、取れ高が。一日の取れ高がやばい。よ、これな。よし、これでくればよかったでしょうか。やっ、ここにとんでもないお宝があるはず。え？待って。ん？どういうこと？待って。まさか。正規ルート、あっちか。あっちか。そういうことか。騙された。おっと！おお、間違えた！ X だ。もう、ジャンプボタンなんで X やねん。スプラトゥーンじゃないんだから。紛らわしい、これ。で、あれや。多分。あっち側に行かなあかんの。あっち側にどうやって行く？どうやってあれ捕まる？
XX。 いけいけ、いい位置、いい位置来た。で、こっから上手に、おっと、マジ頼むぞ宝。お宝ないと詰む。トコトコが迎えに来る。よし、新しいやつだ。よし、一匹しか捕まえてない。やっぱりクモンマベニヒ日陰。待って、これだけじゃねえだろ。書いてある。ちょっと待って、舐めてんの？ん？いや、まだあるよな。よし、まだある、まだある。赤い花、黄色い花。でからね。よあのね、あのね。いやいや、待て待て、これだけじゃねえだろうな。ねえ、的当てしようよ。いいよ。いいけど。上か。あれ。あれれれれれ。ちょっと待って。ジャイロジャイロ。気をつけて。うっざ。はい。はい。ちょっと待って。揺れる。いやいや、待って待って待って、化石は？化石。ほら、化石とかさ、お宝とかさ。え？そうでしょ。え、待って、他に道あった？そうだろ、これ。え、嘘だろ。え？ここまで来て？いやー、あんなバカな。みんなバカな。マジ？ガチ言ってます、こいつ。ガチで言ってる？やばくね？この辺なんなんだ？あ、やべ。この辺緑多すぎじゃない？何も関係ない。ええー、ちょっと待って、取れ高的に。うん？待ってよ、あそこなんだ。光ってんな。あれ光ってんの？どうやってか。ここに行くかじゃ。仕方ねえな、もう。隣町登るか。よっ、一回ここで降りて。はっ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 。サスケサスケ。んー、ダバ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 。え？あ、びっくりした。で、あそこペットボトルしかないっしょ。あっち金か。金とペットボトル。この時計台の上は登れなさそうだな。あ、な、登れるか。頑張れば登れるんだ。いや、あと一箇所行きたかったけど。ちょっと待って、これじゃ、まず。あ、待って、京子さん。京子さん。家帰らんと、京子さんにご飯を。まずい。家に帰らねえと。バス乗るか。初めてのバス乗ろう。運転手さん。チケット買うんでバス乗らせてください。いやー！見つけたぜ。くそー！
気分はどんな感じ？最悪オブザイヤー。ふざけんな。後でこっそり教えてね。ふざけんなよ。D に行けなかった。じゃあご飯を食べましょう。今夜はズバリ麻婆豆腐と餃子です。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。新聞社に広告を頼んだんだ。広告の効果があるといいな。そうだよね。このゲーム。あれ、京子さん。あ、花の刑事いらっしゃい。ごめん、トイレ。ところで、ビール飲んでやる。ビール飲んでやる。こうなったらよ、ビール飲んでやるわ。そう。はいはい。まあいいや。ちょっとサーカスで金稼ぎしますか。ん？怖っ。何しに来たんや。ねえ、サーカス団の取材って何をすればいいと思う？まずは空中ブランコ。サーカス団を取材するなら空中ブランコくらいはできないとね。サーカス団を取材するならトランポリンくらいはできないと。サーカス団を取材するならやっぱり玉乗りができないと。せめて玉に乗りながらインタビューできるくらいにはなってほしいな。本当にそうなの？うん、当たり前だよ。さてさて。脱出。悩むな。綱渡り、トランポリン、足芸。ちょっと待って。脱出ができるようになっつってたよ。あれ？脱出。脱出ない。明日からできるのか。まあ、ラブちゃんの新しい服装見たかった。さあさあお立ち会い、寄っておいで、見ておいで。今宵お目にかけますは夢カウズ使いリュージョン、その名は幻サーカス団。人生山あり谷あり、まず最初はシーソーです。お、キラキラだ。これは成功するに決まってる。よしよしよし、いいぞ。大反響。そろ
する花を咲かせましょう。空中ブランコです。頑張れよ。あ、ラブちゃん新しい服だ。かわいい。ナイス。おお、決まった。初めて決まった。さて、お次は綱渡り。とことこ青年ご登場。遠からんものは音に巻きけ、喉を鳴らしてご覧あれ。あ、キラキラモード、いいぞ。頑張れよ。うまい。よし、素晴らしい。え、今回稼げたんじゃない。よくやった。お待たせしました、玉乗りです。喉を鳴らしてご覧あれ。お、4つもできるのか。あ、これやばい。頑張れ。ほう、おー、すごいすごいすごい、これはすごい。おー、決まった。全部決まった。すごいすごいすごい。失敗せずにいけたぞ。今宵の幻サーカス団、楽しんでいただけましたでしょうか。満足満足、すごいよ。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。素晴らしい幻サーカス団、今宵も夜霧の露となり輝きながら消えてゆく。さようなら。素晴らしい。え、待って、400円、ふざけてんの。あんだけ客いけ、客いて、ギャラ400円ってか。お、お前、舐めとんか、こら。あれれ？長瀬さんとどこどこなら、大浴場。大浴場とかある。ところで今日は何か用事があったんじゃないですか？おや、あれ？おや？ランクを上げればいい。あれ？とりあえずランク上げに力を入れて、で、大浴場見に行ってみるか。悩むなぁ。あれ？足だけで回せる出演流せ、これが新しいやつだっけ。前はこれですか。400円やばくない？やみすぎる。脱出ができるようになったって書いてあったような気がする。ちょっと風呂場覗きに行くか。どう、大浴場なんてあったっけ。あれ、どこだっけ。あ、自分家こっちだ。大浴場、ここか。よいしょ。お、初めて来た。ここか。お、禁断の。おお。公演が始まると楽しいけど、緊張して疲れるよね。疲れるも。僕は全然疲れないけど。俺はサーカスに出てないからだよ。こいつらどういう感じで埋まってんの。そうなんだ。僕もちょっとだけ疲れてみたいな。体の領域おかしくない。ついでに女風呂見てみるか。女風呂、女風呂、あれ、女風呂なかったっけ。女風呂どこだ。いや、違うね。あれ、あれ、わかんない。女風呂どこだ。まあいいや、女風呂はそんなまあいいですけど。
大浴場って男湯も女湯も関係ないのか。わかった。時間帯で変わるタイプのお風呂だ。そういうことか。そういうことっぽい。あ、待って。あそこ行かなきゃ。やることいっぱいあるな。お茶先生ありがとう。いや、どこだ。やばい。よいしょ。迷子になる。やっと。アリはいらん。ミミズくれ、ミミズ。ん？あ、ここか。いや。ここも？こっちか。道むず。やあ。時間が足りないだと。ここで蜂蜜かい。やった。観光はニューヨークよりサンフランシスコにしようかな。興味あるし。ザビエルのとこ？違う違うけど、よく知ってるわね。フランシスコザビエル。ところで、うちの店に何のよ？商品。どれが好き？うわ、蜂蜜ないや。所持10枚持ってる。これにする？ヘイ、マイドアリー。ヘイ、マイドアリー。ヘイ、マイドアリー。おっと、危ね。はい、マイドアリー。はっはっはっは。川川川。ひゃひゃひゃもう。大変だ。またあいつだ。ボンボンボボボン。来ない。やばい、取れ高がなさすぎる。本日のミッション。クソだ。待ってよ。